地図でのタラス川草原を流れるタラス川タラス川は中央アジアの入り地方を流れる国際河川である。流域の主要都市としてはキルギス共和国のタラスとカザフスタン共和国のタラズがあり、共にオアシス都市である。主な支流を20ほど持つがいずれも小河川である。タラス川は天山山脈の北西陸に源流を発し、 カラコル川とウクコショイ川が合流してタラス川となり、タラスアラトゥー山脈から流下する消火線を集めて、キルギス国内のタラス渓谷を西に流れ、同州の州とタラス周辺で流路を北に転じ、カザフスタイ国内に入って、タラズなど、カザフスタン南部のジャンブール州を通過して北西に流路を転じ、湖に到達する前の停滞で砂漠の地中に消える。水源は、毎年、 12月から3月にかけて作られてきた氷河であり、河川流量は4月下旬から9月上旬に最大に達する。上流部の平均流量は毎秒15.7立方メートルである。農業用水としての使用は容易ではなく、キルギスのキーロフス公園にはキーロフチョ水池が建設されており、灌漑には飛行機も使用される。また、タラス川では水力発電も行われている。 タラス川一帯は古来より東西交易の要衝であり、当初では脱ラココと表記され、アラビア語ではタラーズと呼称された。流域最大の都市タラズは11世紀、デュルク系イスラム王朝のカラハン朝によって都が置かれた。流域はほとんどが砂漠、反砂漠、草原に覆われている。川は灌えのためにせき止められており、水資源としては 地下水が重要である。キルギスとカザフスタンの両国は、乾燥地域における水資源問題を解決していくために、チュ・トラス・リバー・ベイソンズ・コミッションを設けている。前漢時代のタラス川流域は、遊牧騎馬民族による大帝国、郷土の支配するところであったが、後継者争いによって内紛が生じ、紀元前54年には東、郷土の古漢や前武と、その兄で、 健康に移った西、郷土の自然宇とに分裂して、互いに対立した。古漢や禅宇は漢に入庁し、自ら神と名乗ったため、漢王朝は王将君を禅宇に嫁がせた。自然宇も当初は漢に入庁したが、後に漢に対抗し、周辺の諸民族を攻めて併合した。皇居の王とも婚姻関係を結んだが、やがて皇居が礼を尽くさなくなったと感じると、目取った。 皇居の王女や貴人、人民数百人を殺害し、死体を切断して、都より水に捨てた。また、資料には、自然は人民を徴収して、都より水のほとりに城を築造させたと記される。この、宮古より水は、タラス川に否定される。751年、キルギスのタラス近郊で、唐の安在四鎮節土使であった、光泉市とイスラム帝国軍との間で、 タラスカ藩の戦いが起こっている。この戦いは、公戦士が石国を攻略したことに始まった。石国王の王子や諸子と称される勢力が、アッパース長のホラサーン総督、アブームスリムに派兵を求め、後者はズイアードイブンサーリーフを将として一軍を送った。両軍は共に数万の大軍勢で戦ったが、テュルク系の一部族で、党に来朝していたカルルクが党を裏切って、 アッパース軍に寝返り、東軍は大敗した。これにより、東が西域から後退し、この時捕虜となった中国人が紙の西法を西法に伝える契機となった。タラスはまた、モンゴル帝国における定位帝省戦争でアリクブ家の側についたハイドが、1269年に、チャガ大家の首領バラクとジョチ家の代表、マングテムールと改名し、 ソムディアナ分割の提案とともに、ファンクビライの同盟を成立させた地でもあった。ありがとうございます。